警察現在の桜十座桜十座は、岡山県岡山市中区にある、岡山市営住宅、その一帯の町と元々の地名は、花畑と網浜である。1889年の市政施行の際、岡山市内となる。1967年の住居表示事業で網浜、花畑のそれぞれ一部が、桜十座となる。町名は、 朝日川に架かる桜橋にちなんで名付けたようである。ありし日の桜十座この桜十座一帯は1951年から1953年にかけて集合住宅が建設され、1号棟から9号棟まで計176戸が整備された。91から9号棟までの住宅9棟と付属施設があったが、うち91.45号棟は元は岡山県営住宅。 花畑団地であり、平成24年度に県から岡山市に無償譲渡で一貫した。92.36から95棟は元からの岡山市営住宅である。鉄筋コンクリート造りの岡山市営住宅の中では建て替え前の時点で2番目に古かった2階帯。平成に入り、住湯の老朽化に伴い、鉄筋コンクリート造り12階建て市営住宅2棟に 建て替えられる計画となった。岡山市では、桜十座に、市営住宅、角田白鳥十座を統合する形での、現地建て替え事業、桜十座再生事業を実施。まずは、第一期工事として2014年敷地内、北西側の旧一から四号棟を解体した跡地に、新一号棟を整備した。続いて、 第2期工事として2017年敷地内南側の95.67号棟他を解体した土地に新2号棟を整備した。敷地内北東側の98.9号棟も合わせて解体され、現在は居宅介護支援事務所が立つ。なお、整備事業に合わせて、北に接する東山中学校の用地拡大も行われ、団地面積が若干縮小され、 北側の道路が新しく整備された。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。西には旭川が流れ、南西には桜橋がかかっている。南向かいには岡山ガスの本社ビルがある。ありがとうございます。